おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。ダイソーで木製ジョイントラックというものを見つけました。ただの木製の板になります。サイズは30センチ ×30 センチですね。厚さが 0.8 センチと書いているのですが、3個重ねたミニブロック橋脚の上に、先ほどの木製の板を置くと、橋脚一つ分の高さになることがわかりました。プラレールのレールを仮置きしてみると、特に支障なくレイアウトが組めました。高低差の表現がしやすいですね。橋脚との高さが同じなのがいい感じです。ちなみに、30cm×15cm のサイズのものもあります。ということで、今回はこのような板を使って、レイアウトを受ける板、ジオラマボードを作ってみようと思います。では、行きまーす。まずは、ダイソーで、木製の板と、ドリルとドリルを取り付けられるドライバー、木材をくっつける木の棒を購入します。板の側面の端から5センチのところに、ドリルを使って、穴を開けます。幅が小さいので、中心に穴を開けましょう。真ん中に穴を開けられたら、木の棒を2分割して、差し込みます。これで、板と板をくっつけていきます。力が必要な時は、トンカチで打つとうまくいきます。とりあえず、75cm×45cm で作ってみようと思います。木材は、できるだけしなってないものを選ぶと工作がしやすいです。15cm×15cm の角のところは、反対側の角を 15cm の直角二等辺三角形に切り取り、木の棒を側面にくっつけて、接着します。穴の位置や、深さなど、うまくはまることができれば、木工用ボンドを、側面にくっつけていきます。こちらも力が必要な作業なので、トンカチで隙間のないようにくっつけます。もし、つなぎ目に段差ができてしまったら、ヤスリで、平らにしましょう。隙間などは、木材の削りカスなどで埋めるといいと思います。これを、2個作ります。つなぎ目が弱かったら、接着剤も使って、固めていきましょう。乾かしている間にお散歩に出かけたら、島中ホームズで、45cm×60cm の板を見つけてしまいました。昔の90度レールを使うと、この板一つでレイアウトが組めますね。厚さも 0.9 ミリなので、橋脚の高さとの相性もいいです。ということで、今までの作業を中断し、ダイソーで、工作用のタッカーと、タッカー専用の針、黄緑色のフェルトを購入しました。黄緑色のフェルトを、島中で買った板の下に敷きます。板を覆うようにフェルトをタッカーで留めていきます。タッカーの針は、トンカチで奥まで入れましょう。フェルトが余計な部分は、2センチぐらいの余裕を持たせて、ハサミで切っておきましょう。あとは、フェルトで木材を覆い、タッカーで留めていきます。四隅はフェルトが重なるので、切り取ってタッカーで留めていきます。タッカーはうるさいので、騒音には気をつけましょう。タッカーの芯を奥まで入れられたら、表面にして完成になります。どうでしょうか。60cm×45cm のジオラマボードです。片方だけミニ橋脚を入れて、坂にしてもいいですし、大きいレイアウトを考えている人は、もう一セット、ジオラマボードを作って、高低差のレイアウトを作ってみましょう。いろいろな造形部品を置いたり、車両を乗せてみると、ジオラマみたいになります。また、カプセルプラレールでも使うことができます。さて、イベントに持って行ってレイアウトを作ってみましょう。いかがでしょうか。ジオラマボードを使った高低差のレイアウトの完成です。下のレイアウトに橋脚が干渉せずにレイアウトを作れるのはいいですね。たくさん車両を並べたり、走らせたりできます。上下で違うレイアウトを作ったり、高低差のあるレイアウトを組んだりできるので、やってみたい人は参考にしてみてください。それでは、最後に走行動画をご覧ください。さて、ダイソーで組み立てた板ですが、サーフェイサーを拭いたり、塗料を吹きかけたり、いろいろ試してみました。最終的に、矢に、染み止めのシーラーと、塗る用のハケを買って、シーラーを板に塗りました。2枚とも塗って、乾燥させている間に、フェルトを板に合わせて、塗ったり切ったりしてサイズを合わせます。シーラーが乾いたら、フェルトを覆うように板を置いて、
タッカーで止めていきます。針はトンカチで奥まで差し込みます。作業工程が多かったダイソーのジオラマボードが完成しました。こちらは、鉄道模型のレイアウトで使ってみました。土台は加藤の HO ゲージの車両箱にしております。鉄道模型でも意外と様になるようですね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございます。また他の動画でお会いしましょう。